皆さんこんにちは。金曜日担当の神田葵です。時刻はですね12時47分というところなんですが、今日10月21日のサウンドカフェ募集するメッセージなんですけれども、自分のためにやっていること、これで、お願いしたいなと思ってます。何でもいいんです。美容面でもいいですし、健康面でもいいですし、例えば知識を深めるために本を読むでもいいですし、もう何でも結構です。お願いします。ちなみに私が自分のためにやっていることはダイエットなんですけれども、そのダイエットのために普段これ炭酸水を飲んでいることです。お腹が空いたななんて思う時にこれでお腹を膨らますということになっているわけですけれども、まあこんなくだらないことでもいいです。ぜひぜひ皆さん、送ってください。それでは午後1時また会いましょう。